FM ギノワンお聞きの皆さんこんにちは時刻は午後5時を回りましたギノワン市きゆなギノワンヒルズ通りの高台にスタジオがあります FM ギノワンよりお届けいたしますサザンブリーズ水曜日お相手はたくし東克明ですよろしくお願いいたしますはーい水曜日なんですけども残念ながら皆さんひーちゃんおやすみですどこに行ってるかと言いますとなんとですよ ハワイにいるんだって <laughs> <laughs> ハワイだって <laughs> 羨ましいわ <laughs> なんだそれ <laughs> いやなんかえっとねあの何て言ってたかなまあだから多分知り合いのなんかイベントに参加するっていう話でで本当は木曜日に行こうかな行くとラジオがあるからね。 っっていう話だだたんだけどもちょっとなんか飛行機の都合で取れなくて水曜日行くことになりましたすいませんっつって水,水木金土日とがっつりとハワイに行くらしくてですねーひーちゃんほんとにうらやましいわハワイなんてねえ、ま、今日のギノワンもねハワイぐらい快晴で <laughs>、えー、お天気よくてね えー、海も綺麗に見えているところでございますけども、はいえー、というところで、まあ、ひーちゃん、お休みなんで、このあとですね、なんとそのひーちゃんが休みということを聞きつけて、<laughs> とある方が <laughs>、まさかまさかのゲストに出てくれるということでございまして、えー、お楽しみにしていただきたいなと思っております。<laughs> はしゃいでるわ、<laughs> はしゃいでる。 <laughs> すげえはしゃいでる <laughs>。というわとでございましていきましょう。で今週のえサザンブリーズ投資のメッセージテーマがこちら!「私の周りのすごい人 <laughs>」テンション上がってるわ隣の人 <laughs>。はいすごい人え教えてくださいっていうことなんですけどあのね 僕、結構このサザンブリーズとかでもよく言ってると思うんですけどももクロが好きだということでねよく言ってるじゃないですかでだから、いろんなところね、まあ、沖縄からでも遠征行ったりとか内地行ったりとかして、まあ、みんなにねいやすごいねそこまで行けるなんてすごいねってよく言われるんですでもね、僕の知ってるね本当のすごい人のファンは <laughs> それどこじゃないと <laughs>。<laughs> 僕の同期の、えー、女の子がいるんですけどもその子が嵐のファンでねもう大大大,大ファンなんですよでどれぐらいファンかっていったらもう嵐がデビューした時からのファンなんですもうずっと好き好き好きすぎて大阪に、えー、僕が修行してる時の同期なんですけどもその子がもう警告とかあるんだけども 今だから言えることですよ嵐があるから <laughs> 休みます <laughs> これをでもね言えちゃうのよ <laughs> 言って周りの人もあああの子が嵐だったらしょうがないかっていうぐらいの嵐合いが溢れている子なの <laughs> 本当にもうあの何十万もするハワイのライブとかももう連続で行ったりとか <laughs> それこそ <laughs> でなんか 1一一回なんか見せてもらった写真は嵐がデビューした頃の写真でまだだからデビューした頃ですごく距離が近かったんだってその頃ネットの,あの要は普及とかのもなかったからいわゆるあの今だったら結構あのジャニーズの方ね写真とか NG とかってたくさんあるじゃないですかでもその頃は多分規制がそんなに緩かったのその頃ももんかあの嵐との握手会がなんかあったらしくて。 それ行くって言ってて言韓国まで行ったらしくて、えー、韓国であるからつって言ってでそうしたら,撮っ,てもらった撮った写真がもう5人で5人とその女の子1人で撮ってる写真とかあって<お>すげえこれーつってでも本当デビュー当時の、えー、デビュー当時だからこそできてたやつやでずっとずっと好きになっ,ってだから僕はその,、ね、あの同期の女の子が嵐のこと相当ファンだから。 自分は全然ファンじゃないとずっと思ってるんです。<laughs> <laughs> まだまだだと <laughs>、うん。なんかすごいよ、すごいよってよく言われるけど、そんなことない。上には上がいるってやつです。ということでございまして、皆さんもですねそんな中、周りのすごい人、すごい人に会ったとか、私の思うすごい人、この人ですとかでも結構でございます。周りのあとはお父さんが すごいんですよなぜならとかねそういう理由でもよろしいですよよろしくお願いいたしますメールアドレスは 797-FM ギノワンドットコム 797-FM ギノワンドットコムです FM ギノワンでは、えー、こちら電波の他にツイキャスユーストリームそしてサイマル放送を行っておりますよサイマル放送ではですね、えー 電波と同じ音源聞けるということで、えー、リス・スン・ラジオリス・ラジという,うアプリ、えー、もしくはまあそのホームページご覧になっていただきまして FM 技能欄のその、ね、ページをクリックしていただきますとその音源聞けますよで映像配信の方も行っておりますのでぜひそちらからのメッセージもよろしくお願いいたしますさあというわけで、えー、この後ゲスト登場しますのでえっ、ー、と金曜日のあの人です <laughs> ね、金曜日の人が来てくれますそう考えたらこうやって番組で絡むの初めてじゃん初めてだよね、はいえー、どんなトークになるのか <laughs> お楽しみに、えー、この後5時56分までお届けしますのでよろしくお願いいたしますでは1曲目、えー、僕大好きなアーティスト竹原ピストルさんの曲にしようかなと思うんですけどこの曲があのね今最近発売された「 あの和田アキ子さんの、えー、カバーアルバムがありまして「アッコがおまかせ」というタイトルなんだけど <laughs> <laughs>、えー、いろんな、えー、アーティストさんがアッコさんの曲をカバーしてやるという曲でございます。えー、販売、えー、も出てまますのででこちらおきくださいませ竹原ピストルでマザー 二週、そ二週連続休みなんの、あいつ、そういえばあ。そうなんですね。あの,、ねあの,あのね、あの、来週ハワイの土産もらおうと思ったもん。<laughs> ハワイ。自分の友人も。<laughs> この間まで行ったみたいで。うん、三振引きに。ええー。 ボリビエの上に,ここに行きたいですねど<こ> <laughs> ボリビアですらわからな <laughs> い一生で一度行ってみたい場所 キッキーのイメージですけど、そうだね、そうなんですよ、懐かしい今考えたら本気ってすごいですね。す和田アキさん歌ってるし、斎藤和義さんも。

1人様、ま、そう。1人様なんで今日は特別ゲストが来てくれると。ます。あんまり膨らみすぎると <laughs> プレッシャーです。<laughs> です大丈夫？<laughs> <laughs> 本当に、見守り意外といっぱいいますからね本当にみんなすごいあ、ギマッサン、おめでとうございますごめんなさいね、ギマさん。ン、ひいちゃん休みで <laughs> サ,サンブリーズ水曜日お送りしておりますえー、メッセージさっきね皆さんたくさんいただいてますのでご紹介していきましょうかまず1発目きましたこの方明石家さんまさーんうわーありがたいわすごい人東さんやでああ <laughs> いただきましたありがとうございます えー、シュプリームさん、アズマックスヒアあ,あれヒーちゃんおやすみお一人様そうなんです。えー、そしてツーニャンさんもありがとうございます。えー、そしてアメ男エイニーさんもいただきました。そして大塚健児さんもこんにちはお一人様ですかとはいはいそうですよ。えー、そしてギマさんもありがとうございます。アズマさんお疲れ様です。はいすいませんねヒーちゃんおやすみで。えー、で、続いてメール。 いただいてましたご紹介しましょう。進撃のメイちゃんさん、ありがとうございます。東さんとひーちゃん、ひーちゃんまさかのハワイ出張生放送お疲れ様です。えー、ゲスト誰だろう <laughs> 今、ライカムから那覇に帰宅中でメイちゃんでございます。なぜライカム行ってきたかというと、見てきました。画像添付させていただきます。ということで、映画サニー、強い気持ち、強い愛を見てきました。楽しかった。 一瞬だけ90年代に戻れちゃいました。ルーズ属性クやプリクラ、テレ,テレクラ <laughs> 懐かしかった。友達で大切なんだなって感じました。内容は見てのお楽しみにはなるけど、90年代の青春を謳歌した人見るべきです。では楽しく聞かせていただきます。といただきました。ありがとうございます。はい。さあ、えー、メッセージね、たくさんいただいてましてで、まあ、今週のメッセージでもいただいてるんですけども、さっきこの方、ご紹介しましょうか。 本日の、ゲストサザンブリーズ、金曜日担当 FM 技能アンスタッのキャンくんです,よろしく,しすよろしくお願いしますよろしくお願いしますいや、テンション高いなパウパウパウ <laughs> なんでそんなテンション高いんだよ <laughs> い,やいやいやいや、もうせっかくですから <laughs> なんとあの日をまたいで担当してる僕もお邪魔するという、うん、本当だよ初めてですよ <laughs> 初の試みはいぜひよろしくお願いします,おしますえっ、ー、と刺激のめいちゃんがねもう1つもらってて、はい、あのゲストあのもうバレてました <laughs> 金曜日のあの人あすぐわかりましたえー、チェリーさんことキャンさんですね <laughs> この絡み意外と初めてですねということでいただきました、はい、ありがとうございますありがとうございますはい ねえあれだからキャン君はだからほんとにこの番組でやるのを。 番組ででで喋のは初めてすすよねねそうゲスト扱いで話すなんてほ他でもあんまりないのでそりゃそうかっていうかほでもないので大体僕ミキサー席なのでそうですよねすごいドキドキしてます今何もやらずに座ってるのが座ってるのがいいのかなって仕事しないでいいのかな全然そこがホームスペースじゃないんだそうですそうですただのマイクの前がマイクの前があんまり喋るよりはちょっと音楽かける方が得意なんでそうですね ああ、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやだから、でも、キャン君は、でも、もう。ね、はい、この、ま番組では、はじ、初めてですけど。もう、その番組外のところでは、もう、結構ね。そうですよね。よくよく喋って。いつもおしゃべりしておりますので。はい。そうなんですよ。だいたいね。 僕がこのサザンブリーズ始まる前はわーって賑やかにねスタッフの皆さんいるんですけど、はい、終わって外出た瞬間に静かで <laughs> キャン君しかいないっていう <laughs> そうなんです <laughs> そのパターンが、ねね、よくあるんで、はい、なんで結構もうしゃ喋るっていう、ねえー、感じなんですけどもーでだから、でもこれ金曜日とね、はい 僕,だ僕が金曜日だけを堪能してないから <laughs> <laughs> じゃあいつかは金曜日にゲストでお願いしてるからそうか金曜日ゲストかそうかそうねそうね何か告知がある時に <laughs> 告知がある時ねついでそうね超ついでねで、はい、あれなんでしょえ今週のメッセージテーマ何なん,なんですかってお得でも何なん,なんですかと俺が聞くんでしょ <laughs> <laughs> いやーもう僕、いつもそれがドキドキで、うん、あのやっぱり僕もこの時間にしか来ないのでついついあの聞いてない時とかがあったりして、うんうん、結構、ドキドキするんですよねあそうでも金曜日になると逆にリスナーさんみんなが、うん、もう飽きたって言ってなんか別の話してよって来る場合があって。<laughs> 申し訳ねえ <laughs> <laughs> もうなんかやっぱり1週間通しだと、うん、あのネタにもよるんですけどちょっと尽きちゃってる場合があるみたいですね。どうしてもリスナーさんが、ね、<laughs> あの固定だっていの方がたくさんいるやでも1週間やることによってでもほらあのリスナーさんが送るメッセージももちろんそうだけど、はい、人が変わっていくから一応 <laughs> あのパーソナリティ側の,あの,このエピソードとかですね紹介できたりしますから,、ねね、だからいいかなと思うんですけど、はい、だからでも今日キャン、きゃん君来てもらったんですけど でもキャン君にすごい人のエピソード今日聞いちゃダメなのかなって今ふと思った。え、どどうしてですか？え、だって金曜日喋るでしょ。あ、大丈夫ですよ。あのネタだけはあの尽きないんで。あ、そうか。大丈夫です。大丈夫でさすがです。はい。ありがとうございます。全然ミキサーの人じゃないわそれだったら。え？もう本当喋喋完全喋り人だ。いやいやいじゃあちょっと一緒にね、あのこの皆さんからいただいたメッセージえ、じゃ見ていきたいかなと思っております。はい。お願いいたします。ツニアンさん、すごい人は。 アニソンのリサちゃん、出た、ったことあるよ、<はっ S 2> 職場でも俺がリサ好きって知ってるからリサをテレビ、ラジオある日休みにしてくれる、それ、いいいいですね、最高、周りが気使ってくれるんですね、それ、本当に分かって、だから俺も、あのー、ももクロのファンの知り合いの人がいて、もう僕よりもだいぶ上なんですよで、あのー、某ファーストフード店の店長さんをやってる人がなんですよ。はい でその人が、まああのー、夕,夕方まではもうバリバリ働いてで夜になると、あのーまあ、ももクロファンが集まるバーがあるんだけど大阪にありましてそこも僕も通ってたんですけど、はい、でそこによこう現れて一緒にこう普通にこう喋るていう人がいるんだけどでもあまりにもこうももクロ愛が強すぎて、はい、でちゃんとこのバイトの子たちとかにもそういう話をするんだってももクロの話をわーってするんだって。でそしたら ある時にあに一人、あの,ー、人あの緑の子が辞めちゃったじゃないですか、ももクロの有安桃香さんがね、やめるってなった時にでそれが要はぎりぎりの発表で、うもうライブに行くのが、やめるライブが2週間後とかそれぐらいだったんですね、はい、だから休みが普通は取れないじゃないですか、2週間後だったら。 うわしかも辞めるしって <laughs> うわーって落ち込んでたんだって、はい、そしたら周りの高校生のバイトがだよもう自分の娘ぐらいの年のバイトが「はい、店長今回行かないと後悔するでしょ行ってきてくださいっつって」っ、えー、かっこい,い私たちみんなで仕事が大丈夫ですから行ってきてください」っつってえす、ー、て <laughs> その話 <laughs> もう愛されてるじゃないか最高の職場環境だなって,話をしていいですね それだから上司が言ってくれるのはまだわかるじゃないですか、はい、部下が言ってくれるわけよ、はい、私たちが頑張りますから大丈夫ですから言ってくださいと店長行った方がいいっすよこれはっっうわーすげえ <laughs> ななんか羨ましいなすっごい羨ましいなってそれをあ思ったねそこまで好きになれるのも羨ましいですしそうだそうそうだし多分その店長さんがすごいお仕事が本当にちゃんとしてるんだろうね、はい、そうですね、うん、でまたあの日頃のサポートとかもやはりそうそう,そう,そう,そうだからもうできる限りりことはもう必死にやって空いてる時間でそうやってライブ行ったりとかいろいろしてる人なんで、ね、かっこいい生き方ですねすご,すごいかっこいいなと思ってうん憧れます、ね、えー アメ男レニーさん、はい、すごい人、アニメオタクの A 君かな、数百人がチャレンジして、数人しか全問正解していないガンダムのクイズに全問正解しやがった、えー、すげえ、すっごいな、それは。<laughs> れそれ、マジですごいやつじゃん。いや、でもいるよね、夏、やっぱそういうやっぱファンとかオタクのね、はい、コアな人。 多分宇宙歴何年の出来事であるかいやもちろんそれはもちろんそれはもう何年何月でしょうそれはそうですおそらくあのギレンザビの演説を一言一句間違えず言えるんでしょうね俺らはもうなぜだぐらいしか分からんけどそうですねなぜわれわれはそれぐらいしか分からんけどよっぽど知ってるんでしょうねあちょっと興味ありますねアニメか一番詳しいアニメなんだろうな俺 えー、ドラゴンボールとかかなやっぱりに一,一番悔しいアニメ自分の中では最初から最後まで見れたんでブリーチですかねああそうアニメというか漫画の方では分はる漫画ね結構詳しくわかる結構詳しくわかると思いますそうかじゃあもう何番隊隊長がもちろん誰っていうのはわかるしわかります 副隊長が誰とかかるし分かりますさすが。<流石> <laughs> というのも、あのー、その前の作品が本当は好きだったんですよ、えー、あの久保さんの。一番最初の作品「ゾンビパウダー」って作品が好きで。え分かんねえないなこれ打ち切りだったんですよあそうなんだ面白かったんですけどね、えー。えー、ありがとうございます。そして、えー <laughs> 大塚健二さん、さっきの店長の話、あいい話ですねって、<laughs> いやー、スーニーンさんもかっこいい、それ店長泣けるやんって <laughs>、本当に素敵ですよ、もう、本当にこういう部下に恵まれたい、本当だよ、素晴らしいね、本当ですよね、えー、大塚さん、<laughs> 東さんクイズあれば上位になれる気がする、<laughs> いやー、そんなことない、<laughs> 俺、言っとくよ、言ってないこといっぱいある。<laughs> <laughs> まだまだ言ってないこといっぱいあるから俺いやーミステリアスですねえ当にあるよ言えることとか言えないこといっぱいあるから <laughs> <laughs> どうしよう僕結構全部言ってる気がするな <laughs> 隠し事ない気がするな <laughs> 隠し事ないふうにして隠してるから俺そして<で>えー こちら <laughs> メールでいただきました、はいえー、進撃のめいちゃんさん。メちゃんさん、はいいこと考えた。キャンさんがもしお休みしないといけないときは,はい東さんをピンチヒッターで呼べばいいじゃん。<あ> <laughs> 代打、お願いできませんかって言えるじゃないですか。おお願いしますお願いいししまますす <laughs> 代打できるんだったら投資でやるわ。そうですよ <laughs> だ金曜日入れなないいかからら僕がいるわけですすねね <laughs> そうなんすよ、ね、ちょっとね <laughs> まあでもありがたいことにこの金曜日を担当させていただいて、うん、今僕がメインで喋る番組って結局この番組だけなんですあそうなんのはいう<ー>夜が今うしいことに全部番組待ってる状態ですから、ね、あ,そう,だ、ね、あそうかそうかはいああじゃあもうでも いやじゃもいよろしくお願いします。い願いないや、こちらこそもよろしく <laughs>、はい。で、続いて、狙いのが、シュプリームさん。はい、すごい人といえば、官房長官が某大臣時代に執務室で会ったことがある。えー、知り合いの講演会の超偉いさんで、その人の紹介で。 えー、陳使陳情に行ってきましたはあなるほどねいや政治家の方か俺ね、はい、そういうことで言うとすごいタイミングで会ったってことなんだけどあれ何つだったかな2年前だったかな2年前にもう沖縄帰ってきてる時にえー、大阪に あの飛行機に乗ってちょっと行くっていう用事があって那覇空港行ったんですよそしたらやたらと警察官が多かったんで空港のとこになんだろうなと思ってでもあの手荷物検査とか全部終わって通過してあとは搭乗口のところであのあたりでこう待ってたわけですよそしたら黒服の SP がささ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 いっぱい歩いていっぱい来てはい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  道を作ってるわけよ。はい。100人単位の SP がよ。誰誰誰誰えと思って、は,い、はっッてパッて見たら奥の方で、わーわーわーって声にしてるの。はいはい。おーってな何何パッて見たら、うって歩いてきたのが、えー、安倍さんでした。<laughs> <い> <laughs> 安,倍安倍総理が。はい。あのー、多分異例の日だったんかな。<ー>異例の日の訪問で,で、それでおそらく帰られるタイミングでっいうところで。 こんな俺らが一般の搭乗口使うんだと思ってああそうですよね <laughs> なんでここ使うんだよって <laughs> <laughs> もっと別の入り口ないのかよ <laughs> なんで絶対わざとこっち来たんがどうなのかなとかいろいろ思いながらも<ー>はい,いやそれそれはちょっともうびっくりしましたね僕もあれですよあの以前選挙の時に <うん S 2> 今党首もお一方出られてるじゃないですかうんうん石破さん,石破さん握手したことありますええー あの普通にボランティアでいろいろお手伝いしてる時だったんですけど仕事中ですね、要はその時になんに選挙の期間中だったのかじゃないですけども僕らの地域回ってたみたいで来られてね来られて SP の方5人ぐらい囲まれてましたけど握手できておびっくりみたいなすごいな今じゃ自民党総裁選ですからね,ねなかなかね、はい、あれなのかもしれないですけどもいやありがとうございます。 えー、まだまだ皆さんからのそんな周りのすごい人の話お待ちしております。お願いします。じゃあちょっと曲、はい行きましょうか。進撃のメイチャーさんからのリクエスト曲多分これ今日見に行ったあの映画の主題歌かな。お聴きくださいます小沢賢治で強い気持ち強い愛。 もう、ウェデーバックとか、もう、もう知らない、尾崎さん、知らない人でも曲は知ってるっていうぐらいですからね。今の若いこと いつもね結局明けにニュースやってます。ニュ,ニュースからの ここういういところに座って話すのそうかだからっちそうかだからなくでもじ実際今日お願いされて嬉しかったのは、うん、あの金曜日また小さで呼ばれててパーソナリティーさんとちょっと知り合いで <へー S 1> ゲストで来てくれないかって言われたんでちょっと時間の調整の仕方とあとこのゲストで話すのは最近やってないんで <laughs> そうね <laughs> 事前の <laughs> 全然やっぱりゲストで話すのと違うもんねそうですね で僕は本当に補助でしか話しないので、うん、あ、なんかユーストの画面が固まってます大丈夫か

<laughs> それ、それですよ。<laughs> それやる。来週やりましょうか。来週 <laughs>、来週ね。来週水曜日。<laughs> 来週水曜日。<laughs> メインで、ね。メイン。う <laughs> もう焦る自信がない <laughs>。いや、多分いっぱい,いそうだもん <laughs>。<laughs> 今日の格好とか。ったら さらにい,いそうじゃん。いいやいるいる絶対るちょっとあんまり普段やらないから FM 技能案では毎日面白い番組を放送中このコーナーでは FM 能案のおすすめ番組や新番組リスナープレゼント地域のお知らせなどをご紹介させていただきますまずはこちら西日本豪雨災害義援金のお知らせです2018年7月の西日本を中心とした大規模豪雨災害により各地で甚大な被害が発生しておりますそこで FM 能案では被災された方々を支援するため ギノワン市民の方々にとどまらず多くの方に広く呼びかけ義援金を受け付けております皆様からお預かりしました義援金は宜ノ湾市社会福祉協議会を通じて被災地復興に活用してもらう予定です FM 義ノ湾での西日本豪雨災害義援金の受付は口座振込も行っております沖縄銀行口座番号は 一八五五二五九一八五五二五九口座名義株式会社 FM ギノワンえこちらえー、義援金の箱もお FM ギノワンの局に置いてありますので、えー、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします現金の受付九月十五日今週土曜日までとなっております皆様のご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 続いて宜野湾市社会福祉協議会からのお知らせです。チャリリティーボーリング福祉バスへストライク。ということで、えー、こちら市民の皆様に気軽に集える場としてチャリティーボーリングを実施いたします。本収益金は地域福祉団体等が使用する福祉バスの購入費用に充てていきます。えー、こちら期間が今月いっぱい9月30日までとなってます。場所が ギノワンボールレントゥーセントラルマチナとボール参加費2ゲーム代込み靴代別で1500円ですチケットをお求めの方は宜野湾市社会福祉協議会までお問い合わせください番号は098892-6525098892-6525まで なおこちらのチケット FM 技能案の方にもですね、えー、置いてありますので、えー、ぜひお求めくださいませよろしくお願いいたしますそして FM 技能案ではそんなチャリティーボーリングのチケットを使って、ま、使いまして行います FM 技能案チャリティーボーリング大会パウパウパウ技能案社会福祉協議会さんは 福祉バスの老朽化に伴い購入資金確保の取り組み中今年で最終年を迎え180万円が目標です、うん、そこでみんなで楽しみながら福祉バス購入実現に協力しましょう日時が9月15日今週土曜日の18時30分から場所ギノアンボールにて料金2ゲーム代込み1500円ですなお、えー、ベッドで懇親会もあります定員は40人です 申し込み 797-FM ギノワンドットコム 797-FM ギノワンドットコムでお願いいたしますさらに電話は098943の0094098943の0094までそれぞれ FM ギノワンまでお願いいたします申し込み締め切り明日までとなってますよよろしくお願いいたしますえちなみに、えー、僕も参加しますそして キャンくんも参加するということでございますのでキャンくんボーリングの腕前はえっとアベレージ最高180ほん<う>えっと最高得点235は取ったことありますねやばい <laughs> 同じチームになりたい <laughs> これだからチームをなんか分けたりするってことよね多分。多分そうだと思いますね。チーム対抗みたいなやつとか、はい、個人戦もあったりとか、はい、なんかいろいろね楽しみ方があると思いますので、ぜひ、はいえー、皆さん、えー、まだまだ店員まだちょっとだけ募集しているということで,、はい、ですよね。はいですのでお申し込みの方よろしくお願いいたします。お願いいたします、えー。素敵な出会いがあるかもよって書いてます。<laughs> 出会いたい。出会いたいな。二人とも出会いたいと言ってます。はい。<laughs> よろしくお願いします。 何をだよ。<laughs> <laughs> 以上、<laughs> FM 機能ワンニュースでした。 日本の方の接触ですか。あ、今消えた。もしかしたら、今今は大丈夫。分かりました。これピンのせいです。<laughs> さあサザンブリーズ水曜日今日はゲストに金曜日のキャン君来てくれてますよろしくお願いしまっすーえー皆さんがねいただいたメッセージですけども、はい、えー先ほどね、えー、言いましたけどもまあ、ボーリングの話ねしましたけども大塚さんがいいなボーリングキャンさんとあずさん参加するのかいいな今回は参加できないんだよつって <laughs> 何にもない時に来て <laughs> でも前回のあの、えー、この FMG の,のサマーフェスティバルは来たけども中止というそうなんですよね大塚さんね残念でございました残念でございました本当にまたどっかのタイミングではい、はい キャンさんはスコア高いから反対の手で投げる班でねっていいねいやでもこの前やったら1年半ぶりぐらいやったんで、うん、150オーバーギリギリぐらいですでも左かな、えー、<laughs> それでも左かもしれないそうですか <laughs> でも左で投げれないんですよね <laughs> だからいいんじゃないか <laughs> <laughs>、えー、シュプリームさんあキャン画く <laughs> そういえば一昨日六本木のグラムにキャン君そっくりな人がいた <laughs> そそいうだもん僕そっくりな人、結構いるらしいですよ、県内でも結構見かけるって言われいる、絶対いる、たくさんいると思う、どうしよう、ドッペルゲンガーにいつか出会って、僕、その瞬間に乗っ取られたりして、消えちゃうよ、そあ、だいさあ、またじゃあ、金曜日も聞くということですけども、まだネタ豊富ということなので、聞きましょうか、キャン君の周りのすごい人。はい とっておきがあります。いいんですかとっておき。とっておきからいきましょう。出していいんですか。って僕のあの陸上部の一校上の先輩がですね。沖縄県で超有名人でして。マジで。あの高校生時代に。オリンピック候補と言われたすごい先輩なんですよ。百メートル二百メートルの。えっと知念さんって言うんですけど。その方ですね。なんと高校生でユースの日本代表もしてましたんで。アジア大会出場。す なんとオリンピック代表選手、うん、えメダリストの塚原直樹選手とか、はい、400m で銅メダル取った時の1層の方ですねあと2層の高平選手とか、はい、沖縄市に遠征で来るときにまあ合宿とかですね、うんうん、普通に喋るんですよ。 知念ん,んとかって、えー、年の差あるんですよ一応12個ぐらいでもやっぱり全日本で一緒だったからってすごい仲良くてへ、うん、あ今すごいイケメンで有名な藤光さん 200m 代表の<い>えと確かリレーもこの前銅メダル取った選手ですけどこの方とも同級生で、うん、だから知念君藤光君の仲なんですよ いやーすげーその人でそのつながりのおかげで、うん、だから僕一緒の職場だったんで塚原さんとか来てる時に、うん、あうちの後輩のキャンですよって紹介した時にキャンすごい面白い名前だねって言ってだから僕メダリストに名前覚えられてます。すげー <laughs> <laughs> あっったらあキャン君っていう <laughs> そっかもう内地の人からしたらもう覚えやすい名前だもんね覚えやすい,い名前らしいですねそれはね、はい、沖縄だったらキャン結構今、ま、結構いるけどもういますけども <laughs> 中部南部とかは結構いますけども結構,結構いるけどもでも名古居行った時もあだ名みたいにキャンキャン言われましたねあ確かに名古居にはいないかもしれない、はい、あんまり。はやーすごいなー陸アスリートか俺アスリート知り合いないたかなえーっとねー 僕の、あのー、元いた劇団のだいぶ上の先輩でちょっとしかすれ違ってないんだけどその先輩が役者やってたのにいつの間にか k ワ1デビューしてたえーケ <laughs> k ワ 1, 1>, 1出てた <laughs> <laughs> あれあの人っつっていやなんかあの k ワ1の,あのなんか大みそかというそんな大きなイベントじゃないんだけど、はい、ま下の方だったんだけど 出てていやそれでもすごいですねうわすげえと思って、はい、そしたらそっちのもう武術の世界に、はい、どっぷりいっちゃって、えー、今なんかあの中国武術の,なんかあ,のあれ多分灯籠剣だと思うんだけど、はい、あのカマキリのもの元にした武術があるんだよ中国のねその灯籠剣入門みたいな本を出してますえー、<laughs> 入門書 <laughs> すごいですね <laughs> わおあ 僕も第二の人生頑張ろうかなだからすごいね役者やってたはずなのに <はい S 2> <laughs> アクションアクションを勉強行ってそこから格闘技になっていつのにか武術になっちゃったっていうまあ自分もある意味あんですけどねアスリートだったのに <ね S 1> この世界に入りましたね大塚さん「那覇マラソン終われば東さんもアスリートパーソナリティになれるはずああそうですよ <laughs> 順調ですかまままあまあまあ,まあ <laughs> まあまあまあまだ期間ありますからねそう言ってたらだめなんだあと3か月ありますからねそう言ってたら本当にだめなパターンのやつなんだ俺計画的にいきましょうはいいきますしっかりと完走したいなと思います頑張ってください長距離なんだよねいや短距離短僕100-200なんです実はあそうか短距離か体細いんでみんなに長距離って間違えられるんですそうだよねはいあそうかそうかさっきのでも先輩の話あったそうかそうですそうです その方に憧れて僕は陸上始めたんですよへーすごい一緒に走ってみたいなと思ってえでもじゃあほんとにじゃあ一緒に要は練習じゃないけどそういうのもやったりとかやったりもう一緒にチーム組んだり、ね、やってるもんね、はい、すげえだからある意味夢が叶ったんでやっぱやってみるもんだなっては思いますよね <laughs> はあすごいな飛び込めばどうにかなると、うんうね、シュプリームさん俺,俺かな俺の那覇マラソン 青森の瓶の着ぐるみで走るのかな無理だっつうのキャンさんにトレーナーになってもらったらキャンザップどうですかってああもうバリバリいけますよマジでただ、あのー、そこら辺の方よりは厳しいと思いますけどですよね、はい、絶対厳しいよね <laughs> 僕一面大好きなんでやるこれが一番好きなんですあのバーを上げる瞬間の ギリギリのところ指一本で、はいはいはい、はい。<laughs> あ、ちょっと待って、その、俺思いっきりがっがっつり筋力トレーニング、そうか、やるわな。いや、やったほうがいいですよ。まあ、そうだね。あの、まあ、でも、マラソンなんで、自主トレーニングで大丈夫ですね。うん、そうですよね。うん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 。そうか、そうか、はい。酸素使っちゃいますから。はい。つけすぎると。ね、いや、まあ、でも、ちゃんとトレーニングします。はい。<laughs> あの、ちょっとずつ、あの、スクワットはやってんだよ。<laughs> あ。 いいですね。スクワット,ワットはやってます。もちろん、ゆうきさん、全然やってくれないのに。やらなそうだね。<laughs> あの子はやらなそうだ。<laughs> スクワットやりましょうって言ったら、一回もやらないんですからね <laughs>、えー。ビフォーアフターでくるくる回る動画撮りましょう。僕のダイエットのやつ。あのね、写真は撮りました。<laughs> はい。て。てててて。ててて。べべべつ。はい。やりました。えー、シュプリームさん、リスナーから一個ずつ歌詞を募集して、アズマックス応援ソング作ろう。ああ、いいですね。あの、かの子が作ってくれるって言ってるんですよ。 応援曲いいですねあじゃあそれ月曜日にもちょっとやりますかそうですね,ねなんかこの言葉を募集して募集してつなげてつなげてかの子が曲作ってくれるからいいじゃないですかあ<ー>なんか楽しそうですねやりましょうねそんだけ盛り上げてもらって、はい、どんどんプレッシャーが俺にあったらしかかってくるんだけどね <laughs> <laughs> 頑張っていきたいと思います膝だけには気をつけてくださいわ、はい、かりましたありがとうございま膝の気をつけるためにダイエットしないと、はいはい、<laughs> というわけでございまして今日もありがとうございますねすみませんね時間いっぱいギリギリ,ギ,リギ,リギリギリまで準備大変なのにいえいえいえありがとうございますこの後また FM 技能案よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願,しますお願いいたしますというわけでございました。はい、ゲストキャンさんでしたありがとうございましたあ,ありがとうございますユンタクニヘイデーデビルもよろしくお願いしますじゃあ続いて天気道路交通情報いきましょう さあこの時間、技能市周辺のお天気道路交通情報いきましょうかまずは、えー、お天気から今夜十四日お天気は晴れ、えー、波1.5メートル降水確率20%です明日十三日のお天気は えこちら東の風の地やや強く晴れ、えー、波2メートルの地3メートルうねりを伴います降水確率各時間10%となっております明日朝最低気温27度日中最高気温は32度ですはい、えー、お天気のは、ね、そのまま順調にいい天気続きそうですねでは続いて道路交通情報いきましょうまずは一般道から 大畑から前原向け渋滞しております大畑から前原向けが渋滞です続いて、えー、こちらは、えー、山内と国体道路の間両方向のまあ出口付近ですね、えー、長い渋滞となっておりますそしてズケランライカムこちらは両方向で渋滞ですズケランとライカムの両方向は渋滞でございますそして、えー、前原がねこ 前原からがねこ向け渋滞ですうんその他大きな渋滞になさそうですまあ那覇浦添方面は、えー、今日もですね、えー、相変わらず渋滞、えー、長い渋滞続いておりますので、えー、まあゆっくりゆっくり、えー、安全運転で帰ってくださいねお願いいたします以上一般道でした続いて沖縄自動車道行きましょうこちら、えー、沖縄道上り 巨大インターチェンジ付近落下物あります。沖縄道を上り、巨大インターチェンジ付近落下物ありますので、えー、十分注意してくださいませ。はいえー、その他は、えー、特に大きな事故、渋、え、滞、ーえー、故障者などもございません。はいえー、日がね、えー、暮れるのが早くなってきますので、早めにライト点灯していただきまして、安全運転でお願いいたします。以上、道路交通情報でした。 さあサザンブリーズ水曜日をお届けしてまいりましたはい、えー、エコザールさんありがとうございますねハローチロンピーやっと見れたってよかったありがとうございます、えー、そして大塚さん東さん正しいスクワットをキャンさんに教えてもらうのいいかもよってもう実はこれ教えてもらったやつやってるんですよ一応だからまあ太ももがきつくてきつくてパンパンと、えー、なっているところでございますい、えー、しっかりね えー、ダイエットもね含めながら、えー、やっていきたいなと思っております、えー、さあひーちゃん、えー、今日いないってことは今今日から行くって言ってたから今頃飛行機の中でしょうねハワイだから何時間だ ?7 時間8時間ぐらいでしたっけ沖縄からね、えー、今船の飛行機の中。 た楽しんでるということなので、まあ、来週もまたお休みなんですけども、再来週、えー、ひーちゃんのハワイお土産話、えー、こちらも、ね、お楽しみくださいませ。よろしくお願いいたします。えー、明日もですね、今週いっぱい、あなたの周りのすごい人。 こ,のこちらのテーマでお届けいたしますのでお待ちしてますよ思いついたら送ってねよろしくお願いしますというわけでこの後も FM 技能をお楽しみくださいこの後の番組は4択2平デビルですメッセージよろしくお願いいたしますというわけで本日サザンブリーズ水曜日お相手私東勝明でございましたではまた皆さん明日さよなら ちょっとケチングがいるので戻せなかったみたいで、うん、すいません、ね。うん